チャンネルスタート。はい、8月20日日曜日、中央競馬 G3 と G2 をやる会。はい、顔がちょっとダウンタイム中なのはあまり気にしないでください。じゃあ足取ってきます。足ずっと足だけで、はい、足だけにしといて。はい、ということで、本日はですね、 G3 北九州記念と G2 札幌記念2本あるので、まずは前編ということで G3 の北九州記念からやっていきたいと思います。こちら小倉15時25分発送、 1200m 芝の右回り全18頭です。で、今パドックを見たところで、まず早速私から、14番ロンドンプラン、これに決めました。に単勝副賞1000円ずつで2000円いっております。現在4番人気5番人気ぐらいですかね、かと思いますからの、順番にいいと思ったのが14ロンドンプラン、13デュガー、4サンキューユーガー、15ジャスパークローネ、18モズメーと、1番人気の、4番のも入れようかなと思い、この 1,2,3,4,6 頭の3連複ボックスを100円ずつ20通り、トータルで4000円いってます。いきましたね。はい、そちらは私は3連単フォーメーション100円、9からですね。出たママコチャね。はい、9番ママコチャから、まあなんかこんな感じで、はい、いっておりますね。はい、14番は入れてますか。入れてますね。3着入れてますね。3着じゃ困るんです私は。はい、はい、小倉競馬場といえば福岡。しかもさ、小倉と北九って結構離れとるじゃん、うん、のに、あ違う、久留米か、うん、あれ、うん、なんで小倉記念じゃなくて北九州記念なんだろうね。まとめてんじゃないの、北九州。あ、まとめて、なるほどね。熊本は何九州なの。熊本は真ん中だよ、中九州っていう。中九州、あ違う、北九は、うん、北九州市っていう市があるから北九って言われとるだけで、うん、別にそういうくくりはないよ、北九。あ、そうなの、うん、北九州じゃないよとか言うじゃん、小倉は北九州じゃないとか。戦いあるんでしょ。あるある、うん、福岡と北九の戦いはある、うん、だから北九じゃなくて福岡に近いよみたいな言い方とかするよね。うーん、北九山口の方が近いですからね。そんな中入りましたよ。はい、うわ、馬も暑かろうて、1200なんであっという間に終わると思います。結構人いたね、お客さん、うん、だって小倉夏しか見れんけんさ、行きたくなるよね。いや最近地方の馬ばっか見てたんで全部いい、よく見える。マジでめちゃくちゃテカってる感じのカブトムシみたいな。そうだねテカリが。そうだねあのモズメーメーがいるからこのレースやろうって決めたのに、スタート決めたのにモズメーメーにかけてないっていうね私。あ、マジ。あ、まあ3連複の中には入れとるけど15いって。まあでもやっぱりいいね、モズメーメー言ってるわ。15が言ってる。うん、14は地方のノリで見ちゃダメだよね。ダメだよこれで決まる可能性あるから、余裕で9言って。9 14全然後ろの方だけど大丈夫でしょ、あいつは追い上げてくれる、大丈夫だ。9頼むて、大丈夫、9頼むて、大丈夫。9ママコチャ。あ、ママコチャね、一着じゃないと俺全てが終わるよ。確かに9どこおる。それがね、うん、それがね、姿が見当たらない。なったんじゃ。いる？頼むて。あ、12はダメって。うわ。9。いけ。9どこよ。14いけ。奇跡の上がり方してくんねえかな。お、9来てる。1。ダメ。1や3着にして。うわ、15そのまま逃げたじゃん。ちょっと。15、9、1。ちょっとダメ。うわぁ。15。9、1。そのまま逃げたね。逃げたね。9行ってよ。え、ちょ、待って、マジで。
あで16、うわもうちょっと待って、もうダメだ、もう心のダメージがでかい、やばい、これはやばい。1か、見てなかったよ。1は私1、3じゃないですか。入れてますね、一応全部入れてるっちゃ入れてるけどね、当たらんね。14じゃなくて15だったんですね。14より15の方が人気薄だから、これ荒れてんじゃないの多分。あー CBC 賞1着の馬だ、ジャスパクローネ15か。あーでも前回も、前回のレースも1着1着1着でいってるから、スタート良かったらそのまま先行で逃げ切るんだね。14どうだった。14は姿も見えんかったね、全然ダメだったんじゃない多分。ちょっと2人で6400円いっちゃったんですよ。いやきつい、私きつい、もうきつい。きつい、いやちょっと当たる、まあ外すかもとは思ってたけど、この一番いいと思った14がなんかかすりもせずどこにいるかも分かんないぐらいな感じで終わってるのが結構きつい。外したからさ、やっぱダウンタイム中だし、やっぱ、うん、外した時の罰ゲーム考えないとね。何よそれ、足見せる。いやもう足はもう見えてるかも、どうぞ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 、ちょっと前ベース。もう私これさ次かけようと思ってたけどさ、今めちゃくちゃビビってるよ。何にビビってんだよ。まあ、また当たんなかったらどうしようっていう、うん、ビビり方してるよ。1591で何倍だったんだろうね。あ、1591、うん、もろもろ。うわってか、そろそろ出んのかなこれ。いや全然出ないよ、ショックでかいな。一番10番人気だったの1なんて。うん、1591、うん、もろもろ倍率91どうすか。1228倍。三連単、うん、三連単、うん、三連複は、三連複は、三連複だと、まあ三連複でもでかいね絶対、こんだけあるってことは。今まだ確定になってないもん。1591162だって。1591162かすりもしてない。気づかなかったか。15 15 9 1、何パドック見て決めたの。結局パドック見て決めた。206倍、三連複で。あーいいね、いいね。だって一番人気が来た以外は6番人気9番人気だもん。切り替えよ、いいよね、切り替えよ、次のレース行こう、もう始まっちゃうよ。まだあと15分あるよ。いやもうすぐだよすぐ。めちゃくちゃかけるの怖くなってきた。はい、ということで、札幌記念夏唯一の G2 札幌記念後編でやりたいと思います。お楽しみに。チャンネル登録よろしくね。